はい、皆さんこんにちは。ギタリスト作曲家の屋敷隆一です。今日はボスのディストーションペダルを4機種徹底的に弾いてみました。この4機種すべてとてもいい歪みサウンドを出してくれています。皆さんの好みに合った1台をぜひ見つけてみてください。ではどうぞ。はい、DS-1 を聴いていただきました。もうこちらはディストーションの代名詞といえるディストーションペダルになっていると思います。僕ももちろん持ってます。で、僕の使い方はアンプをクランチにして、ボリュームをこう上げ目で音量を突っ込んであげて、あの歪みを得ているんですけれども、今回のデモでは、そういう使い方ではなくて、こちらのディストーション単体の歪みを使ってみました。余分なその歪み成分がなくてですね、あのとてもすっきりとしたディストーションサウンドを得ることができました。まあ、皆さんお持ちの方はもう一度ちょっとこのペダルを出してみてですね、もう一回弾いてみてはいかがでしょうか。はい、DS-1X を聴いていただきました。楽曲の冒頭でアルペジオフレーズを弾きましたが、本当に音が潰れずにですね、しっかりと聞こえることができると思います。で、これだけ歪ませているように聞こえるんですけれども、とてもローノイズで、とても使いやすいです。で、いつでも理想のディストーションのサウンドが得られるので、これからのディストーションペダルの、代名詞と言っても過言ではないと思います。はい、DS-2 を聴いていただきました。こちらも僕とてもお世話になったペダルの一つなんですけれども、こちらモード1、2とありまして、この1が通常の歪みモードですね。で、2がこう大きなスタックアンプを弾いているような箱鳴りを得られるような歪み方をするモードになっています。こちらにリモートコントロール端子がついているので、1をバッキング、2をリードサウンドにして使うこともできます。いわばもう1台2役で使える便利なペダルなんですね。はい、MD-2 を聴いていただきました。こちらのペダルの面白いところは、
こちらにゲインブーストというつまみがあります。こちらのゲインブーストは、ディストーションとはまた違うこちらのボトムのところを引き上げてくれるつまみになっています。でボトムのところが引き上がったとしてもリードプレイでは芯を潰さずにですね弾くことができます。で今回弾いてみて思ったんですけれども、おすすめはこちらのディストーションを低め、ブーストのところを多めで今回は弾いています。ぜひ試してみてください。